驚いたわ。シキの声が聞こえたから来てみれば、まさかあなたが一緒だなんてね。何をしに来たのシエル。私に用はないと思うけど。ええ、あなたに用などありません。大事ならともかく、話をするなんて考えるだけでもおぞけが走りますから。私は彼があんまりにも危なっかしいので指導をしてあげているだけです。どうも頭の緩い吸血鬼にたぶらかされているようなので。指導が必要なのはそっちの体の方なんじゃない？余分な肉ばかりついて死に際のカバのよう。それともどんなに切り崩しても重さの減らない贅肉かしら。そっくりそのまま返しますよ。起きて殺すことだけがあなたの美点でしょうに。人間に助けを求めるなんて、そんな余分はらしくありません。神祖の誇りとやらをどこかに落としたのですか。まあそんなもの実際あったかどうか疑問ですけど。続く勘に触る女ね。一度やられたぐらいじゃ物足りないってこと？あなたこそ手も足も出ずに地に落とされた恐怖がまだ拭えていないんじゃないですか。言ったわね、キャンズ。何、人のパートナーを横取りするつもり？ええ、状況次第では。彼が私を頼ってくれるのなら今すぐにでも。待った！待ってくれ、二人とも。なんか空気が不穏だ。耐えられない。というか落ち着け。お互い目的は同じなんだろう。ならここは仲良く。トーナ君は黙っててください！真似しないでよ。シキに呼びかけるのは私だけの特権なんですけど。呼びかける？今のは？せいぜい恫喝の間違いでしょう。鏡を見たことがないんですね。ああ、吸血鬼だから鏡に映らないんでしたっけ。どこの迷信よ。鏡にぐらいちゃんと映るわ。私、おや、そうでしたか。それは失礼。使徒ですら自分の姿を恥じて姿を映さないというのに、大した厚顔っぷりです。さすがは吸血鬼の大元。感服しました。ねえ、もしかして挑発しているの？あなた
まさかこれは挑発ではなく糾弾ですよ。自分が何であるかを理解しない愚か者に現実を教えてあげているだけです。私からも最初で最後の勧告よ。シキはあなたのことがそれなりに大事らしいから、今回だけは見逃してあげる。また殺される前に今すぐここから消え去りなさい。驚きましたね。吸血鬼が人間の機嫌を伺うなんて。あなたなら人間なんて思い通りに操れる。彼に協力させるならしもべにしてしまえばいいのに、なぜ魅了しないのですか、ハルクエイド。あなたらしい品位に欠けた発想ね。シキは私のパートナーよ。そんなことをしなくても私の手助けをしてくれるって言ってくれた。私を殺せる時でも私のそばにいてくれた。私が一人でいる時もシキに会えると思うだけで時間は瞬く間に過ぎていった。当然でしょ。だってシキは私の運命の人なんだから。ふざけてるんですか、あなたは。何を言い出すかと思えば、よりにもよってオムファタルなんて。ふざけてなんかいないわ。チキの心も体も、彼がこれから得る喜びも悲しみも、死に伏せる権利さえ私のもの。ええ、使徒の気持ちが少しだけ理解できたわ。人間の血を飲みたいとは思わないけど、シキの命は私以外の誰にも渡さない。ちょっと待て。アルクエイド、あなたまさか。さあどうかしら。あなたから私はどう見えるの、シエル。吸血衝動に飲み込まれて打点したように見える。いいえ、真相が落ちたのならとっくに世界は裏返っています。あなたはまだ狂っても落ちてもいない。つまり
つまり？今の段階ならまだ間に合うということです。ええ、その通りよシエル。これは吸血衝動とは違う。だって楽しいわ。すごくすごく胸が弾んでいるの。まるで春の野原のよう。以前あなたは私を愚かだと言ったわね。ロアに騙された世間知らずだって。本当にそう。シキに殺されるまでの私は本当に愚かだった。自由になることが。自由に手足を動かせることが。自由に人間を好きになることが。こんなにも気持ちいいなんて知らなかった。だから今の私はあなた以上に人間的よ。例えばこんな風に自分の気持ちを表現できる。これから楽しい時間になるのに、ここは色が薄すぎる。せめてこれぐらいはしないと趣がないでしょ。自由に思うままに行動するというのですね。あなたが何の制約もなく思うままにロアを処罰すると、その結果がどうなるか理解していますか。自らを縛らない真相は使徒と変わらない。グローブのようにこの町を蹂躙するのが望みだとでも。分かりきったことを聞かないでしよう。人間の町に関心はないの？邪魔をしなければ何もしない。こんなの道端の石と同じよ。ああ、でもそう。好きになるのも自由なら、憎んでみるのも自由よ。ロアに汚染された町、ロアの痕跡を残す町、どちらにせよ汚らしいし、きれいに掃除していくのも私の自由。それに、ここで思いっきり
今までずっと気に食わなかった女を八つ咲きにするのも心底楽しそうじゃない？
私が言うのもなんだけど、そんな年代物いつまで使ってるのよ、あなたたち。ほら、もっとこう面白そうな。毒をばらまく道具は、趣味の悪いギロチンは、あの重苦しくてぶっとい杭を私には使ってくれないの。勝手なことを。ものです。
を冷やしなさい。魔術は使わないんじゃなかったの？あの特殊な心情はどこに行った？あなたとロアにしか使わないだけです。諦めなさい、アルクエイド。それは27素であっても一時的に封じ得る強度を持ちます。真素であっても容易には砕けません。加えて何？やっぱりあの武器を持ってくるの？聖典を持ち出す必要はありません。ことはすでに終わっていますから。それはゴチックフォート、ある祖から奪い取った原理を用いた結界です。本来は外界との遮断に用いますが、使い方によっては最大の武器にもなる。ところでアルクエイド、魔術世界における生命の質量定義は知っていますね？そのものが持つエネルギー生産量、もしくは質量を段階として定義したものです。その基準はシンプルで、大きさと重さとで測られます。一番強いものは小さくて重いもの、二番目に強いものは大きくて重いもの、3番目が小さくて軽いもの。これは人間ですね。そして最後に大きくて軽いもの。これは情報や噂話、幽霊といった広範囲に広がるものです。あなた。私の大聖堂は最大直径 30km の隔絶空間。生命ではありませんが、大きくて重いものです。これを極限まで圧縮すればどうなるか試してみるのも一興だと思いませんか？いくら凶暴なあなたでも抜け出すにはそれなりの時間が必要になる。少なくとも1時間、超高密度の監獄を味わってもらいましょう。イデアブラッド22番クロムクレイペタストラクチャー。
何よそれ、閉じ込めるとか封じ込めるとか周りを守ることばっかり。これは私との遊びでしょ、ならもっと本気になりなさいよね。信じられない、あのバカ、本当に自分の感情で力を使っていませんか。遠野くん、下がって。
めろこの大バカ野郎。シキ、なんで？どうしてシキがそいつをかばうの？なんでも何もない。言っただろ、先輩は俺にとって大事な人だ。いくらお前でもこれ以上先輩に手を挙げたら許さないからな。そう、そいつと仲良くなってたらどうなるかって私も言ったはずだけど、今ならまだ許してあげる。早く、そんな奴をかばうのはやめて。私にそのナイフを向けないで。お前が先輩に手を挙げないと言うまでどかない。聞きたくない。どいて、シキ。お前こそ引け、アルクエイド。お前は俺に言ったじゃないか、人間は殺さないって。それともあれは俺を安心させるための嘘だって言うのか。ええ、私は人間は殺さないけど、人間の規格を大きく外れた命には敬意を表してる。だから対等の存在として殺すことも厭わないわ。例えばあなたやそこの女みたいな相手にはね。あなたはまた私にナイフを向けるんだ。一度目は許したけれど、二度目を許せる自信はないわ。もっともあの時の再現はありえないけど。いくらあなたの直視の目でも今の私から死を読み取ることはできないでしょう。
して先輩にだけお前はそんなにひどいやつになっちまうんだ。そりゃ何もかもめちゃくちゃなやつだったけど、気に食わないから殺すとかそんなこと口にするやつじゃなかっただろう。四季、ダメ、逃げて遠のく。先輩、生命力だけはさすがね。でもそれでどうするの？さっきの大魔術で魔力は空っぽのくせに。今のあなたじゃ四季の盾にもならない。四季が無茶をしている間に逃げればよかったのに。あなたこそそんな気もないくせに笑わせないでください。私が背中を見せれば喜んでとどめを刺す気だったでしょう。でも、お会いにくさまでしたね。私はまだ、戦えます。だって彼を、無関係な人々を守るのは、私の役目なんですから。先輩。あなたも下がってください。ここは私が。あ、もう下がるのは先輩の方だ。いいから休んでろ。ここは俺が何とかするから。でもありがとう。大好きです先輩。待ってください。無理、無理ですから。遠野くんじゃアルクエイドに殺されちゃいます。ここを何とかするのは私の方ですよ。そんな傷で何言ってるんですか。いいから下がって。ほら、ここで意地を張るのは俺の役目です。たまには先輩を守らせてください。守るって、でも。もういい、四季なんて知らない。